皆さんこんにちは日本をかっこよく結び大学でございます今回武田常也先生をお招きいたしまして第2回ということでまた本日も先生からいろいろとお話を伺っていこうと思います武田先生よろしくお願いしますお願いいたしますもうあの前回のお話もやっぱりやっぱりあの本物の言葉っていうのは凄みがありますねお恐れ入ります、はい、もう大変いい勉強になりました とにかくまず学ぶそれでもしこか,から始まるっていうことが先生におかれましても終わりになったということでそうううだよなという思いい思を強くした次第でありますありりまますすがござ今回のお話はそもそも日本人にとって天皇とは何かそしてまたご皇族っていうのは何なのかそれを我々日本人はどのように捉えればいいのか、うん、っていうあたりのことを、うんはい、先生から伺おうと思います、はい。 天皇とは何かというのは、はい。 大変難しいことだとだ思ってるんですよ。す <laughs> で、これはですね、はい、私もですね、はい、やっぱり、まあ、たまたま旧皇族という家に生まれ、はい、たまたまその中でたった一人だけ歴史を学ぶという道を歩み始め、はい、天皇とは何かということを分かりやすく、えー、説明できるようにしないといけないなっていうのはもうずっと最初から思ってたんです、はい、で今からでですすね10年以上前ですけれども慶応大学の,あの学部の憲法の授業をですね一コですね まあ、皇室について語ってほしいと言われて、はい、そこであの出張授業みたいな形で天皇ととは何かというテーマでで講義をしたんですね、うんはい、そしたらあの最後に学生がですねパッと手を挙げて先生質問がありますと、はいはい、自分は別に反天皇でも何でもないんですけどただあの、はい、単純に知りたいからお聞きするんですけどもずばり「天皇とは何ですか?」って聞かれたんですね、うんはい、それれ聞かれた時にですね。 まあ本来であればまあ一言二言みこ簡潔に分かりやすくスパンと「天皇とはすなわちこうだ」って言わなくてはいけなかったんですけどもいろいろと多弁をごしてこうでこうでこうでなんか説明して,ってまあ一応こういうもんだよって言って。 たんですが、はい、後で思ったらこれ説明できてたかなと思ってすごくもやもやしてたんですね。はい、でその後数年後ぐらいですかね、まあいろんな書物を読むんですけども、はい、まあ戦後の新党思想家であります足摺和彦先生の全集を読んでいたときにですね、はいはい、まあ足摺和彦先生といえばもう本当に聡明な方で論理明快であらゆるものをわかりやすく説明してくださる先生なんです。はい、私ももういろいろと先生の書物は何度も何度も読 読み返してるんですけども、はい、前週を買って読んだ時に弟子との問答があったんですねえ、はい、そして弟子が足津先生に色々と質問をするんですけど、はい、対話形式で書いてあったんですけども、はい、そこで先生天皇とは何でしょうかって弟子が聞くわけですでそれを読んだ時にあ来たと思ったんです私が、えー、例えば天皇って何かと聞かれて答えようとしてどうもおやむやして,て説明できなかったこのうやむやが今この作曲を読めば、はい 答えが書いてあるんだと思ってですね、はい、読んだんですね、はい、そしたら足津先生何とおっしゃったかって言ったら、はい、バカ者そんなものを言葉で説明できるわけないだろうと 書いてあったんですね<ー>それを読んで「はい、なるほど!」と思って、はい、一生懸命説明しようとしてなんかできてない気がするモヤモヤしてた自分がむしろ正しかったというかう天皇とは何かなんてこ、はいうこんな深すぎることをですね、はい、たった一言二言は見,見事で論理的にこうだなんて説明できるわけがない、はいえー、この足津先生ですら無理だとおっしゃってることは、はい、私ごときができるわけなくてそれは当然だと「なるほどな」と思ったんですねで。その続きがあるわけですよ、はい 天皇というのはとにかく歴史が長いってわけですね。はいはい、例えばいろんな物事は誰が始めた、はい、いつから始まったっていうことがわかるものもあるけども。はいはいはい 分からないものものあるってわけですね、はい、例えば人と人が会ってお辞儀をするってこれいつ誰が始めたのかそもそも何の意味があるか分からないじゃあ昔かとといったらそんなことなこわけですよね、はい、だからもう本当に大切で昔からやってることってもはやもう誰がいつどう始めたかも分かんないし、うん、そもそも何のために始まったかすら分かんないものもあると。はいえー、ところがその歴史の中で取捨選択を繰り返してきても、はい、なお人々が大切に守り続けたものっていうのは何があるわけで,でそれはもしか し2個3個4個5個かもしれない人によって様々いろんな思いで人によってね、はい、例えば皇室に対する思いとか、うん、えーなんていうのはもう違うかもしれないわけで,、はい、でそれが複雑であれば複雑であるほど安定するってわけですね。 たった一個の原理でできているものは何か事情が変わったらこんなもんいらないってなっちゃうかもしれないわけですよ。はい、ところ生態系のように例えば何とかが滅びてもまた何かが起きて安定するとかですね複雑ですよね生態系って、はい、それと同じように例えばある人が電脳を大切にするという思いある人は伝統だからっていうかもしれない、はい、ある人は陛下の人柄がいいっていうかもしれないある人は三種の神器かもしれないし、うん、ある人は伊勢の神宮かもしれない。みんながみんんなななが複雑な思いで でも全体から見たら国民が天皇を大切にしているというだからそれは原理は複雑であれば複雑であるほど安定するんだというわけですねだからその天皇とは何か2000年以上前いつだどういうふうに始まったか最初どういう思いで始まったかすら今はつまびらかではないしそんな単純な原理で説明できるものじゃないんだとじゃあどうしたら理解できるんですかと言ったら勉強しろというわけですね日本の歴史を学び天皇のことを学び国民のことを学んだときに なななんんととくく見えてくるはずなんだと、うん、これが「天皇とは何か」ということの答えなのであってそんなものを今君が聞いて私が答えて終わるみたいなそんなもんじゃないんだというそんな趣旨のことが書かれてて、うん、なるほどと思って自分が、ね、悩みながら説明できてなかったでこれを説明しようと思ってもっと勉強しなきゃと思ってたこの思いは間違ってなかったんだと思ったんですね。いいそのもののももが天皇というもの、はい を考える、はい 自分のものもにしていいくとうことなんででしょう、ね、そういうねそいことです、ねはい、なのであの天皇とは何かというのはこれはこうだという単純な原理でもなければ、はい、一言二言で言えるわけでもないかといって全く説明できないものでもないわけですよね。ですから、まあ、日本の歴史を学んだ時に一人一人が胸の内になるほど天皇というのはこういう存在なんだというのがなんとなく浮かび上がってくるんだろうと思うしでそれぞれ浮かび上がってくるものはもしかしたら違うかもしれないけれども。えー でもそのぐらいが違ってもいいんだろうなというところですね。で、やはり私がですね、天皇とは何かというところ突き詰めるときに同じように悩んだ人物が明治時,時代にいたんですけども。はいはい それが井上小橋という人物ですね、はい、彼はもう江戸時代の生まれでもうフランスに留学も果たして、はい、まあ明治時代官僚になるわけですけどもあのご存知の通り大日本帝国憲法、はい、それからえ教育直後を書いた起訴した張本人ですね。 もう大天才だと私は思ってました、まあ日本のまあ3本指5本指に入る大天才を挙げろと言われたらそれはあの日枝のあれ大野康麿から始まってですね聖徳太子元り宣長も入ってくると思いますけどそこの最後一人埋めるとしたら多分井上小橋じゃないかなもしくはそこにえまあ勝海舟とか入ってくるかもしれませんけどまあ本当にもう歴史に冠たるもう天才中の天才だと私は思ってるんですね。井上小橋はまあ伊藤博文から言われて 帝国憲法をかけと言われました、はい、そしてあの第1条は国体条項ですから日本とは何かということに対して簡潔に一言で言い切らなくてはいけない。はい もう何千字を、漏して説明するものではない、憲法の条文ですから、で、どの国も憲法の第一条には国体を書くわけですね。はい、ですから、まあ、えー、どの国の憲法を書くイズってやればですね、読めば大体わかるわけですね。えー、共産党一党独裁の社会主義国家だって書いてあった、あだ、これ中国だってわかるわけですよね。<laughs> 議会制民主主義の基本原理が、書いてあったら、はい、あ、アメリカっぽいし、はい、平等平等平等って書いてあった、フランスっぽいじゃないですか。はい、だから、まあ、日本国憲法第一。条 日本の国体情報日本とは何かとスパーンと書かなくてはいけない、はい、この時に井上駒伐は悩悩悩んんんででででむすすね、はい、脳みそがちぎれるるぐらい考えるわけですよ、はい、で彼は「古事記日本書紀」をもう何十回も継読して、はい、まあそれ以外にはいろんな神皇小陶記とか,かね大日本史とかもあらゆる日本の歴史書を読み込んでですね、はい、ま最終的に日本とは何かということを書くときにまさに「古事記」から持ってきた「知らす」という言葉を使うわけですね。はいはい、帝国憲法の 1> 第1条の草案は「はい、日本帝国は万世一系の天皇これを知らすところなり」と書きました。はいはい でこの「しらすは」は当、い、然、えー、先生ご存知の通り、えー、古事記のの天孫降臨の進捗に出てくるらすですよね、はい、つまり井上小氏はいろいろあの大天才がですねもうあらゆる歴史書を読んだ結果一言で「日本とは何か」と言おうとした時に「うんはい、日本という国は天皇が知らす国である」と言い切ったわけですね。はいはい まあところが残念なことにいろいろ審議した結果「知らす」っていうのは当時明治時代にはもうあんまり使わない言葉だったので分かりづらいと。外語にに翻訳しくいうそですね そこで伊藤博文がいろいろと考えた結果、はい、まあ適当な漢語を持ってきて当てようということになって大日本帝国は万世一の天皇これを統治すと書いたわけですよね、はい、まあところがそこでですね伊藤博文は自ら憲法解説書を書くんですけども「憲法議華」という名前の本ですね、はい、これは日本政府が発行した公式な憲法解説書で、はい、築条解説がしてあるわけですが、まあ、第1条のところに「統治す」と書いてあるのはこれは「 知らすの意味で用いているとわざわざ政府があの見解まで発表しているわけですよね。えー、なのでえ日本という国は天皇が知らす国である。はい、で知らすというのはまあ古事記では知るという字になっていますし日本書紀で収めるという字を知らすと読ませてますけれども、はいはい。明治の字っいう感じ。そうですね。 ここは大変私は重要だと思っておりますのはい「知らせ」というのは「知る」の丁寧形の命令形ですから「お尻になりなさい」というのが、はい、まあ直現代語直訳になるんですけども、はい、天孫降臨の時に天照総神が人間を見事に「あなたは地上世界に下り国を知らしなさい」はい「お尻になりなさい」はい。はい これ知るということがなぜ国家統治につながるのかっていうのはこれちょっとイマジネーションを働かせる必要があると思うんですけどもあのよく言われるのは天皇は祈る存在だっててよよくね国民にまあ理解されてますよね確かにいろいろある天皇のお役割の中でもとにかく祭祀祈る国民の幸せを祈るっていうことは 私は筆頭に来る、はい、一番大切なことだろうと思います、はい、ところがですねじゃあなぜアバテラスオミカミは、はい、あなたは地上世界に下って国民の幸せを祈れと言わなかったのか天皇は祈る存在なんだから、はい、国民の幸せを祈れっていう進捗があってもうおかしくないですよね,で,すね、はい、でもよく考えていただきたいんですけども、はい、天皇陛下がじゃあ宮中祭祀なさって国民の幸せで祈ってらっしゃる、はい 陛下はなぜ国民の幸せを祈ってるんですか?」って聞いたら、はいいや「憲法に書いてあるから」とか「神様の命令でほら「古事記」に書いてあるからって言われたら、うん、ちょっと興ざめというか <laughs> い、ね、法律に書いてあるから祈ってるって言われたらなんかありがたくないですよね、はい、あの結論から言うとですね天皇の祈りは自発なんですよつまり憲法にも法律にもどこにも書いてない古事記も日本書記にも書いてないんですよ。はいえー、古事記に書いてあるのは お尻になりななりさいだけなんですね、はい、ですからあの祈るというのは天皇にとってこれ義務ではない、うん、ただ天皇の義務は何かといったら「古事記」から読み取れるのは唯一国の事情国民の事情を広く深く知りなさいと、はい、これが天皇の義務なんですよね。うん、でよくよく考えてみたら知ると祈ると知りたくなるわけです。はい 例えばそうですねあ,のあんまり興味のないスポーツのあんまり興,興味のない選手の話がですね、まあ、たまたまテレビでドキュメントしてて見ちゃったと「へ、うん、えー、この子こんなに頑張ってんだ」と「故障した」「リタイアしようと思った」うん、でもこの一言でもう一回頑張ろうと思って、はい、でもこんな苦労があって <laughs>、はい、でようやくじゃあオリンピック明日試合だってなると。はい あこの子こんなに苦労して頑張ったのかと思って見ちゃうわけですよね。頑張れ頑張れって応援するわけですよ。知れば知るほどそうですよねそす。その番組をたまたま見なければどうでもいい話なんですけど、ちょっとそれ見ちゃっただけでやっぱ頑張ってほしいなと思う。祈るわけですよ。頑張ってほしいと思う、はいえー。なのでやっぱり知ると祈りたくなる上皇陛下もずっとですね御在中。もう日本全国のあらゆるところにおいでになってその地域でどんな取り組みをしている。 どんな問題があるのか災害の復興状況はどうなのか、まあ、いろんなことにですね、えー、興味をお持ちになってお知りになる。そ、うん、そしてての気持持ちを持って 祈るわけですよね。これはあの自重関係から聞いた話なんですけども。はい、東日本大震災の後に、はい、まあ上皇陛下がですね。こ、はい、こと、こまゆにこれを調べてほしい。この状況を教えてほしいって、ものすごい細かいことをお尻になろうとするらしいんですね。はい、まあ具体的には、じゃあ、どのあの避難所、人の備蓄がそれぞれ。何がど何日分あるのかとか、はいはい、そんなことまで個別具体的なことまで陛下がお尻になって、一体何をなさるのか？なと、うん 周りの者のがですね疑問に思うほど個別具体的な細かいことをお聞きになるそうなんですね。で侍従が一生懸命調べて「陛下こうです」っていうふうに調べてお伝えするということのようなんですけどもこれはもう明らかでして祈るためですよねだから東北でなんか多くの人困ってるけど「すいませんよろしく」って言うのと。 今ここでこんな人がこんな苦労してて、うん、この地域ではまだね行方不明者はこれだけいて、はい、こっちの避難所ではこんなことが起きててみたいな、はい、だからこれ何とかっていうふうに具体的にいろいろ分かった上で陛下が祈りに向かうのと全然違うはずなんですよね。です,ねですからやっぱりさすが天照大神だなと思うのは「祈れ」じゃないんですよね。知りなさいといととう直面を下したとこが、はい すごいなぁと思うわけですよです、ね、はい。ですから天皇はひたすら知るということは義務ですから国民のことを知りそして国家のことを知る、はい、隅々まで知るのは2000年にわたる歴代天皇の義務ですよねその結果どうなったかって言ったら祈る天皇の姿となり、うん、私たちのことをひたすら祈ってくださる天皇のことをみんなで深く敬愛するっていう、はい、そういう国柄になっていったわけですよねで、これをもって井上小橋は、はい、日本という国は天皇が知らす 国なんだとはもうこれ以上まあ一言にしてすごく簡潔なんですけどもこれ以上に日本の国柄を正確にわかりやすく説明する言葉はないんじゃないかなと思うんですよねですからまあ天皇とは何かということをね一言で説明するのはなかなか難しいんですけども日本は天皇が知らす国なんだ天皇というのは日本を知らすそういう存在なんだというのはもし言葉で説明するとしたら最も角度の高い説明なんだろうなと思うんですけども、まあ それとって、え、足図卯月先生に言わせれば、そんなものは言葉で説明しきれるものではないと。うん、本当にその通りだなと思うんです。一部でしかない。一部でしかないそうですね。まあ、一つの重要な、えー。切り口として、そういう説明ができるということなんだろうなというふうに思いますね。はい、でも、それがあるから、うん、例えば万葉集、四千五百集、ほとんどの歌が。 一般庶民の歌で,あるです、ね、別にそれが一般の庶民の先盛の歌があり、はい、おっちゃんの歌があり、うん、おばちゃんの歌があり、うん、お姉ちゃんの歌がありお兄ちゃんの歌がありお兄ちゃんの歌が乗っかってる、うん、それはなぜかといえばやっぱり天皇が すべてをお知りになるんです、まさにその通りですね。はい、なかなかそれをこうおっしゃる方少ないんですけども、はい、まさにあの毎年行われている歌会始めもその一環ですよね。はいはい、毎年お題が示され、はい、まあ誰でも日本人であればあの歌会に歌を まあ、送ることができるわけですね。だ、はいたい毎年何万種も集まるわけですけれども。はい、で、そこでですね。だいたいどういう歌が選ばれるかと。あ、これ、あの選ばれると。はい、まず、歌会始めに招かれますね、はいえー。それだけではなくて、その後、御所に招かれて、お茶会。に出席できるんですよ。ほうほうそして。まあ、両陛下が、この歌は、はい。 どういうい場面ですかととかかご家紋をいいただくというです、ねはい、ですすねらあの普通内閣総理大臣とか大臣とかになんないと、はい、なかなかそんな陛下のお茶会にてなかなかない、うんはい、勲章とかでないといけないわけですけども、はい、本当にわずか数人の受賞者が親しくお茶会に招かれるわけですよ。ですからあのいい歌を読めばそこに行けると、はい、でここで傾向と対策なんですけども。ははい、はい 小難しい言葉使う必要ありません例えば「たらちねの」みたいな古風な言葉を無理やり使う必要はないんですここ10年ぐらいの入選者私全部分析したんですけどももう歌を読むだけで「あこの方は主婦だな」とか「あこの方は学校の先生かな」っていうふうに大体例えば授業中にふと窓の外を見た時に目に入った「何」とかですね「あこの人先生かな」とかっていうそういう歌が通るわけです。 ですよこれ陛下が選んでるわけじゃなくて選者がいるんですけども要するに国民の等身大のの身日常の風景がが切り取られたような歌が入選してるんですねはい、はい、何万首も応募があるんですけどもどうやら奥から伝え聞くところによりますと、はい、全部の和歌を陛下がお読みになってらっしゃる。はいはいはあ です,はい、ですから国民が陛下に手紙を書いても必ずしもそれが御前に上がるとは限らない、はい、まあ普通上がらないでしょう、はい、ところが和歌を読めば必ず陛下のもとに上がるわけですよね。 えー、ですからもう何万もの人々の和歌これを陛下がお読みになる時に多くの喜びや悲しみや苦悩やら取り組みやらいろんなものをですね感じ取る機会になってるわけですねそれが昔では直線和歌集っていう形でまとめられていましたし今はちょっと違った形になってますけども誰もが和歌を読んで応募することでだから毎年直線和歌集を作ってるようなもんですのでね歌会始めというのは。ですので、まあ、歴代天皇が知るということにものすごく すごく情熱を燃やし努力をなさってきいらしたということをですね。これがやっぱり、えー、天皇とは何かということを語るときにはこの知らすということがまあ本当にこの根幹に来るんだろうなというふうに思います。あすね、まああのわかりやすく雰囲気の見える歌ね、えー、窓の外ウグイスの鳴く授業中みたいなねまあそんなふうなイメージの本当にこう職業とかその人が見えてくる、はい、光景が見えてくるような ものっていうのが選ばれる、はい、変にこねくり返したようなものは選ばれないということですね。はい、そうです。それは同時にやっぱり陛下が望まれている日本人の一般の姿といの、そうですね。ごく当たり前の日常の中にみんなが、はい、誰もが幸せを感じてくれる、はい、そういう国柄をやはり大切にされているっていう、うん、そういうことですね。ですよねはい。いやありがたいですよね。だから。 やっぱり我々日本人にとって天皇とは何かそもそも簡単な答えをねパッと見つけるってそういうことではないそうではなくてもういろんなものいろんな人たちがいる早、はい話日本っていう国を考えたときに日本って何かって聞かれていやいや日本人1億2,600万人いてみんな考え方違いますよと、うん、でも日本人なんですよっていうそれと全く同じことだっていうのが。 今日の先生の話だたと思います、はい、もう先生本当に勉強になりました、はい、ありがとうございました日本をかっこよく結び大学でございました